皆さんこんにちは、まゆです。新年明けましておめでとうございます。2023年いかがお過ごしでしょうか。私は三が日お仕事だったので4日から長期のお休みをいただいております。今年はワイルドな年にしたいと思っていて、ちなみにワイルドを検索すると自然のままである様と記載されていました。何かにとらわれた生き方ってとっても窮屈じゃないですか。社会や人間関係ももちろんですが、ここで一番伝えたいのは自分の概念。ここにとらわれ縛られている時ってとってもとっても窮屈なんですよね。あれはできないかもしれない、これをやったら言われるかもしれないとか、そういった自分の中にある概念です。やりたいことをやってありのままでいること、自然のままでいること、それは毎日新しい自分で過ごすことでもあり、新鮮な日々を送ることだと私は思います。毎日同じルーティーンの中に生きていたら思考もルーティン化してきてしまうのではないかなと思います。そしてそれ以上の可能性にも蓋をしてしまうのではないかなと思っています。まあそうであったとしても、それぞれの選択を祝福し合い、自分の道を歩んでいることの素晴らしさや楽しさをこれから出会う仲間たちと語り合えたら、それだけでハッピーかなと思っています。はい、ということで2023年はワイルドに行きますよ。どうぞ今年もよろしくお願いします。はい、それでは本題に行きたいと思います。今日はですね、家で整うについてお話をしたいと思います。1、整うって何？2、実践方法。3、メリット・デメリット。4、注意点でお送りしたいと思います。 YouTube から聞いてくださっている方はチャプターをご覧ください。整うって何？近年サウナで整うという言葉が流行しましたよね。サウナ、整うとはと検索された方が多いんじゃないかなと思うんですが、サウナと水の温冷刺激によって脳内でベータドルフィンというモルヒネと似たような作用をする鎮痛効果や気分の高揚、幸福が得られる脳内麻薬が分泌されていて、それがいわゆる整うと言われている感覚の正体なんですね。厳密に言うとオキシトシン、セロトニンなどの分泌によって起きている現象で、オキシトシンはストレスの緩和、セロトニンはうつ症状の改善、精神安定の効果があるそうです。整った状態の時の邪念という邪念が一切なくなり、感覚が最強に研ぎ澄まされた状態になるので、なんか体がふわふわしていたり、いつもより深い呼吸ができたり、血が体中を巡る感覚など、生きている実感みたいなものをね、味わえます。なんか言葉で言ってしまうと大げさに聞こえてしまうかもしれないんですけども、これを体感した時はね、もうああこれか、この感覚ねって、ニタニタしてしまうと思います。これはね、もう体験した人にしかわからない感覚の領域なので、ぜひね、皆さんも実践してみてください。実践方法。通常サウナに入り、水風呂に入って体の水分を拭き取り、外の風に当たるという外気浴をするんですが、今回タイトルにある通り、お家で整うだと手順はそんなにあんまり変わりはないんですけども、サウナの代用として熱いお湯に浸かることです。なんだそんなことかと思うかもしれませんが、先ほどお話しした温冷刺激を存分に体験できるのはこの今一番寒い季節なのかなとも思うのでね、ぜひ試してみてください。まず頭からつま先まで綺麗に洗ってから、
お風呂にね浸かるんですけども、だいたい42度ぐらいにしています、私は。そしてまずは10分から15分ぐらい汗が滝のように頭から流れてくるので、もうこのまま茹で上がっちゃうんじゃないかなって思うほど、その時をねじっと待ちます。ゆっくりと湯船から出て水シャワーをねまず浴びます。最初は息が止まるほどね冷たくしなくていいので、気持ちいいくらいの温度で浴びるのをねおすすめしています。あ、気持ちいいって思う、そのちょっとねちょっと冷たくしたぐらいでいいと思います。サクッと1分ぐらいかな、1分ぐらい浴びたらお風呂場から出て、まず必ずバスタオルで体の水分を全部拭き取ります。そのままリビングまたは自分の部屋に窓を開けて椅子に座ったり寝っ転がって外気浴をします。ベランダやお庭がある環境の方はぜひ外に出てみてください。最悪お風呂の窓があればお風呂場の窓を開けるだけでもいいかなと思います。ここまでが1セットです。最初は涼しいと思う程度で、時間が経つにつれて少し寒くなってきたかもと感じ始めますが、それが2セット目のサインです。少し水分補給をしてからまた同じように湯船、水シャワー、外気浴と繰り返していきます。だいたい2セット目あたりから外気浴がねすごい気持ちよくなるんです。感覚がねすごく研ぎ澄まされていくのがわかると思います。そして3セット目の外気浴では、ありのままの自分と出会えることでしょうそれぐらい3セット目には病みつきになっていて、あと何回繰り返そうかななんてことも考え出したりしちゃいます。メリット、デメリット、まずメリットとして、毎日整うことができるっていうのが一番最大のメリットかなと思います。あとはヒーリングミュージックをかけたりとか、自由に空間作りができることが私はとってもメリットだなと思っています。ちなみにお風呂に入っている時に温泉スペース BGM とかで出てくる、YouTube で温泉っぽいような、あの水が流れる音っていうんですかね、あれをかけて、あのまるで温泉に入っているかのような感覚を味わっています。デメリットとしては、少々ガス代が上がってしまうのかなっていうところです。あとは外気浴をするスペースの確保には、あの家族や同居している方の理解がちょっと必要かなと思います。それぐらいかな。はい、注意点、大前提ではありますが、まずは無理をしないことです。特に湯船から出るとき、ガバッと立ち上がってしまうと貧血の人はね本当に危ないので、ゆっくり段階を踏んで立ち上がること、出ることをおすすめします。その日その日の体調に合わせて行うようにしましょう。外気浴中はテレビや携帯をオフにし、電気もねなるべくは消すことをおすすめしています。これが無の実感を最大限に楽しめる秘訣です。あとは水分補給をしっかりすることですね。一回一回上がって入る前に、私は水分補給をしっかりとってから2セット目3セット目と行っています。はい、ということで、お家で整うについてのお話でした。少しルーティン化した日々にちょっとした変化を取り入れてみてはいかがでしょうか。今日はねちょっと長く話してしまいましたが、音楽のね曲紹介の方に行きたいと思います。今日ご紹介する一曲は、もう今日のお話に、ね、ぴったりなエビスビーツでニューヨークです。奈良県出身のトラックメーカーで、アミダというアルバムをね買ったのがきっかけでどっ
ぷりハマってしまって、エビスビーツのアルバムを聴いてデンガリューとかチンザドープネス、リブロを知るきっかけになりました。ゆるっとした楽曲の中に大切な何かをね伝えるリリックがバッチリマッチしていて、もう本当にね最高なんですよ。音はもうとにかくもちろんなんですけど、ジャケとかアルバムタイトルとかとにかくね感性が最高で、この今日ご紹介するニューヨークの MV もね、もうなんかアートなんて言葉じゃ収まらないぐらい、もう宇宙そのものだなって感じるんです。ポッドキャストで聞いてる方はこのままで、 YouTube から聞いている方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから聞いてみてください。それでは今日はこの辺で、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではでは。